ルパンの娘は、作家、横関大の小説のシリーズ。第1作、ルパンの娘は2015年8月26日に、単行本、2017年8月8日に、文庫本が講談社から刊行された。シリーズ第2作、ルパンの期間以降は、単行本を経ずに文庫化されている。泥棒一族、L の一族の娘と、警視庁、捜査一家に所属し、 家族全員が警察官という青年が様々な困難に見舞われながらも許されない恋愛を観光する物語である。2019年7月11日から9月26日までフジテレビ系木曜劇場でテレビドラマ化され、前作の主要キャストが続投する続編が2020年10月15日から12月10日まで放送された。 2020年12月3日のドラマ終了後に、東映より本作品の映画化が発表された。図書館司書の三雲花は突然、恋人の桜庭和馬の実家へ行くことになる。そこで初めて、和馬が、本当は、警視庁、捜査一家の刑事で、彼の家族も、全員警察関係者だと知ってしまう。花が帰宅した後桜庭家では、家族会議が行われ、 警察関係者でない花は、カズマの結婚相手にふさわしくないのではないかという意見でまとまる。一方、花も、カズマと別れようか迷っていた。実は、花の家族は、先祖代々の墨を制御としており、大泥棒、アルセーヌルパンになぞらえて、通称、エルの一族と呼ばれていたのだ。まるで、ロミオとジュリエットのように、許されない恋をしてしまった、泥棒一家の娘、 花と警察一家の息子、カズマ。さらに、実家が京都の老舗探偵事務所である、探偵一家の娘、工場三雲らが恋の障害として立ちはだかる。児童書のイラストは、つブキ・エイチが担当している。ルパンの娘ルパンの帰還ホームズの娘ルパンの星2019年7月11日から9月26日まで、フジテレビ系、木曜劇場で放送された。 主演は、深田京子。エルの一族など、基本的な設定は原作を踏襲しているが、主人公たちが、泥棒スーツを着て、悪者と戦う、オリジナルキャラクターが登場する、唐突にミュージカル上の演出が入るなど大きく、脚色されている。また、キャストが過去に出演した作品へのオマージュがたびたび、見られる。また、本番組の後に放送される、アウトデラックスでは、 出演をかけたオーディションを行っており、当のなぎこや山下めぐみ城之内が合格、出演を果たしている。2020年10月15日から12月10日まで、フジテレビ系木曜劇場でシリーズ2が放送された。本編パート8話に加え特別編1話の全9話構成で、第8話の放送後には劇場版の制作が発表された。キャッチコピーは、 泥棒が愛したのは警察官でした。泥棒と警察の新婚生活、始めました。三雲や桜葉や北条やその他、ゲストシリーズ1シリーズ2、ありがとうございます。